said it was the last time, but you keep coming back to tell me sorry that you take back all the things. こんにちは、あゆみです。今回は栃木県にある星野リゾートリゾナーレ那須へ宿泊してきました。大自然の中でピクニックをしたり、その日だけの農作業体験や、こんな可愛い場所でオリジナルのハーブティー作りなども行いました。今回はそんなリゾナーレ那須について紹介していきます。まずはお部屋紹介から。私たちが宿泊したお部屋は本館のスーペリアルームです。扉を開けてすぐにトイレとお風呂があります。リゾナーレ那須は大浴場の温泉がありますが、お部屋にもお風呂がついているので安心です。でここは洗面台です。鏡を開けるとアメニティが入ってます。で奥に進んでいくと、太陽の光がキラキラと差し込む明るいお部屋が広がっています。Today's Flower、 那須のお花屋さんがセレクトしたお花を自分たちのお部屋で花瓶に生けることができます。持ち帰り用のラッピング用紙も置いてありました。ヒロミがほぼやってくれました。夕涼みグリーンバルは暑さが和らいできた夕方の時間にオープンします。ハーブのモヒートを飲みながらゆっくりと自然を楽しむことができます。お待ちかねのディナーは森の中にあるレストランオットセッテ那須でいただきました。イタリアトスカーナ州の郷土料理がフルコースで出てきます。朝はちょっぴり早起きをして、ホテル内にある森の中をお散歩しました。太陽の光や風の音、森の香りを楽しむことができるので、早起きがおすすめです。お散歩の後はファーマーズレッスンへ。その日だけの農作業体験をすることができます。私はホーリーバジルの花摘みをしました。ドライフラワーに囲まれたグリーンハウスではバスハーブ作りを体験しました。自分の好きなハーブの香りを選んで作っていきます。オリジナルハーブティー作りも同じ場所で作ることができます。自分の好みのハーブをブレンドしながら作っていきます。そして朝ごはんはピクニック。お部屋にあるシートとクッションを持って自分の好きなところで食べることができます。大自然に囲まれて食べる朝ごはんはとても気持ちがよくて美味しかったです。花を家に持ち帰るためにブーケを作っていきます。いけばなとして楽しんだ後もドライフラワーになって思い出として残っていくのがとても嬉しいです。
I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm just loving this moment. Can we stay here forever? そして最後は石窯ピッツァ作り体験です。生地を伸ばしてソースを塗って好きな野菜をトッピングしていきます。石窯でピッツァを焼いてくれるので出来たて熱々を食べることができます。You drive. Do you know I'm looking?